イスラエル空軍第101飛行隊は、イスラエル航空宇宙軍の飛行隊である。イスラエル航空宇宙軍で最初に戦闘機を運用したことから、別名として、ファーストファイタースコードロンとも呼ばれる。第101飛行隊は、第一次中東戦争時の1948年5月に、アビア S-199 を運用する戦闘機部隊として、エクロン空軍基地で編成された。 また、一機のリパブリック RC-3CB も装備していた。編成時の飛行隊長はモルデハイアロンであったが、空中戦での戦闘式は第二次世界大戦時に太平洋戦線で経験を積んだベテランパイロットのルーレナートが言った。1948年5月29日に初めての作戦行動が行われ、エジプト軍のガザ地区北進を押し止める作戦を 支援した。エンジンや銃のテストも行われないまま、組み上げたばかりの4機のアビアイス -199 が出撃し、アシュドットの近くでエジプト軍に対地攻撃を行った。この戦闘で後援機が失われ、アロンの機体も着陸時に損害を受けたが、エジプト軍のテルアビブへの進撃を止めることに成功した。6月3日には、 テルアビブを爆撃していたエジプト軍の DC-3、C-47 の2機編隊をアロンが撃墜し、これはイスラエル空軍にとって最初の空対空戦闘での戦果となった。この空戦は多くのテルアビブ市民に目撃され、基地には市民から贈り物が届けられた。同じ6月には運用可能な残りの S-199 も組み立てが終わり、 第101飛行隊は拠点をヘルズリーや基地に移した。7月にはルーレナアートが別の飛行隊に移動し、モルデハイアロンが第101飛行隊の飛行隊長として残った。7月18日にはアロンが S-199 でエジプト空軍のスピットファイア1機を撃墜した。同じ頃に第101飛行隊は2機のスピットファイアマーク9の運用を開始した。 これら2機には D-135 機、D-131 号機の基板が付けられており、いずれもスクラップ品からの再製品で、必要な部品の一部は撃墜したエジプト軍のスピットファイアから取っていた。このため、機体全体がグリーンで塗装されていたが、ところどころエジプト軍の砂漠迷彩の外装板が取り付けられていた。7月末になると、第101飛行隊は、 ネタニアの基地に移動し、9月下旬には再度ヘルツリーや基地に移動した。10月16日には S-199 の機械故障が原因で飛行隊長のアロンが死亡した。この頃から第101飛行隊はチェコスロバキアから輸入されたスピットファイアマーク9あるいはマークザビの運用を開始しており、S-199 は段階的に退役していった。 またこの頃、第101飛行隊に2機の P-51、D マスタングが配備され、こちらも運用開始された。第101飛行隊は1948年11月に、初オール空軍基地に移動した。1949年5月には、最後に残っていた S-199 を置いて、ラマト・ダビド空軍基地に移動した。残された S-199 は、 初オール空軍基地に隣接するイスラエル空軍博物館に現在も展示されている。1950年にはイタリアからスピットファイアが輸入され、第101飛行隊に補充された。同じ頃、イスラエル空軍の2番目の戦闘機部隊として、第105飛行隊が編成され、同じくスピットファイアの運用を始めた。1951年7月には、 スウェーデン空軍から放出された P-51D マスタングが補充され、第101飛行隊の戦力はさらに強化された。1953年になると、第101飛行隊に残っていたスピットファイアが新たに編成された第107飛行隊に移管され、RC-3CB も運用停止されたため、第101飛行隊の装備機は P-51。 リーマスタングに統一された。1956年2月15日に、第101飛行隊は一旦活動を停止して、保有していた p 5 1ーマスタングは、新たに編成された第116飛行隊に移管された。1956年6月になって、第101飛行隊は、フランス製のミステール 4A を運用する飛行隊として、 ラマトダビド空軍基地で再編成され、第二次中東戦争に参戦し、8機のエジプト空軍機を撃墜した。第二次中東戦争後、第101飛行隊は再び初オール空軍基地に移動し、現在に至るまで、初オール空軍基地を拠点としている。1962年4月頃になって、第101飛行隊は、ミステール 4A と同じフランス製の ミラージュ 3CJ 戦闘機を運用開始し、ほぼ同時期に運用を開始していた第117飛行隊に続いて、イスラエル空軍で2番目のミラージュ3飛行隊となった。ミステール 4A は、以前の P-51D と同様、第116飛行隊に移管された。1967年の第三次中東戦争が始まるまでに、 第101飛行隊のミラージュ3は7機の敵機を空中戦で撃墜しており、損失はなかった。第三次中東戦争では、エジプト軍陣地への対地攻撃を含む任務に参加し、17機を撃墜、損失は3機であった。1967年からの消耗戦争の期間には、第101飛行隊は一時的に、市内半島内の基地を拠点に、 エジプト軍やシリア軍の戦闘機との空中戦を行った。第三次中東戦争後、フランスはミラージュ後のイスラエルへの供給予定を撤回し、これを受けて国産の IAI ネシェルが開発され、1970年頃からイスラエル空軍に配備が始まった。また同じ頃、第119飛行隊から2機の偵察型ミラージュ、パイクチ及び、 二機の特殊改造型ミラージュファイク時、ツニュートノーズ写真偵察機を移管された。第101飛行隊では、1975年4月頃までの間、ネシェルとミラージュ3を並行して運用した。1973年の第4次中東戦争にも、この二機種で参戦し、48機の敵航空機を撃墜、損失は4機であった。 1975年4月になると、第101飛行隊の装備機は、新型の IAI クフィル1戦闘機に更新され、第101飛行隊のミラージュ3及びネシェルは、第253飛行隊に移管された。クフィル1はそれまでのミラージュ3、ネシェルに比べ、対地攻撃能力を重視した設計になっていたため、空中戦能力を重視する、第101飛行隊ではこの機種はあまり、 歓迎されなかった。2年後の1977年には、カナード翼を装備し、空戦能力を向上させた改良型の IAI クフィル C2 に更新され、クフィル1は第109飛行隊に移管された。1979年6月27日には、第101飛行隊のクフィル C2 が空中戦で、シリア軍のメイマイナス21を撃墜した。これは、 イスラエル空軍におけるクフィル系列機の空対空戦闘における唯一の撃墜記録となった。その後1983年には戦闘爆撃能力を向上させた改良型の IAI クフィル C7 が開発されたが、第101飛行隊の装備機は C7 には更新されず、既存の C2 の運用を続けた。第101飛行隊は1987年に再度、 活動を停止したが、同じ年内に、ス -16D ブロック30ブラキット、複座戦闘機を装備する飛行隊として再編成された。1991年になると、第101飛行隊の F-16D ブロック30は、より新しい F-16C、D ブロック40に更新され、装備されていたス -16D ブロック30は、 第109飛行隊に移管された。これと、ほぼ同時期に、同じく初オール空軍基地所属の、第105飛行隊も、装備機をイ、回 -16C、D ブロック40に更新した。その後、2004年の終わりから2005年にかけて、第101飛行隊の F-16D は、第105飛行隊に移管され、同時に、第105飛行隊の F-16C が、 第101飛行隊に移管された。これにより、第101飛行隊の装備機種は、回 -16C ブロック40に統一され、第105飛行隊の装備機種は、回 -16D ブロック40に統一された。また、イスラエル空軍最高のエスパイロットとして知られる、ギオライプスタインは、第101飛行隊に所属しており、第三次中東戦争、消耗戦争、 第四次中東戦争の期間に、ミラージュ3及びネシェルで、計1 7機の敵航空機を撃墜している。ありがとうございます。